第5話平安時代の初期から中期のお話をしています。今回も前回の桓武天皇に引き続き今どこっていうと今ここを初期の政治のお話をしています。桓武天皇に引き続く天皇は誰かと言いますと平城と書いて平城というんですけども平城天皇あるいは嵯峨天皇と言います。このお二人の天皇の時代を扱いたいと思います。でこの二人の天皇ねある関係があります。まあ親子関係ではなくてですね、今回の場合は平城天皇が兄嵯峨天皇は弟です。この二人大変、仲が悪いと言いますか、もう兄弟喧嘩をやらかした人で知られています。はい、じゃあですね、まず一人目の平城天皇のお話をしましょう。この平城天皇なんですけど、即位後、平城天皇ちょっと短いですね。平城天皇は即位後3年でわずか3年で、弟の嵯峨天皇に位を譲ってしまいます。まあ、平城天皇ちょっと、病弱と言われてますね。病弱と言っても、体が弱いというよりはちょっとメンタルな面ですね。ほらちょっと天皇はね、なかなかね不安があるんだと。だからなかなかもう天皇なんてできないやっていうことで、病弱と言われていたんですけれども、弟の嵯峨天皇に位を譲ったわけです。そうすると位を譲ったらこの平城天皇ちょっとプレッシャーから解放されたんでしょうかね、ちょっと元気になっちゃって、簡単に言えば弟の嵯峨天皇にいやーさっき譲ったんだけれどもその天皇の位返せよと突然言い出すから喧嘩になるわけですね。嵯峨天皇の時代に行きたいと思います。位を譲られた嵯峨天皇と、お兄さんの平城、今は上皇ですね、の対立、これのことを二所朝廷、俺が天皇だ俺が天皇だっていうことでその
どちらの朝廷が主導権を握るかというところで、まあ、2つの朝廷があるようだっていうことで密書朝廷と言います。はい、で仕掛けたのはこちらです。平成太上天皇、まあ、上皇のことなんですけれども、この事件を別名クスコの変と言います。平成上皇が薬のことかね、クスコさん、まあ、クスコさんというよりはクスコちゃんですね、まあ、平成上皇と関係があった、まあ、愛人関係があったようなんですけれども、女性なんですが、この藤原のクスコさんと クスコの兄の藤原の仲成、この平成上皇、位を譲ったお兄さんの方が、まあ、先に仕掛けるわけですね。この愛人の藤原のクスコ、そして、クスコの兄の藤原の仲成と結び、まあ、天皇の位を復活するのと、もう一つこの平成、上皇は奈良の都平城京をまあ、本拠地にしていましたので、今平安京に都があるんですけども、まあ、俺の手元に平城京の方に都を移そうとして、兵を挙げるんですけれども、この平成太上天皇の変に関しては嵯峨天皇の方が一枚上手でした。この平成太上天皇の変、この2人の天皇の位を巡る対立は嵯峨天皇が勝利、平成上皇は出家、藤原のクスコは自殺。はい、もう一人の首謀者ですね、藤原の仲成はこの変、この戦の途中に射殺をされてしまいます。
こうした、まあ、平成太上天皇の変のような大きい兄弟喧嘩に勝利した嵯峨天皇は、まあ、これからゆっくり、政治改革に取り組むことができます、うん。嵯峨天皇の政治改革は、まあ、桓武天皇、前の前の天皇の政策を継承した形で、一つはですね、この領下の官ですね、律令に、まあ、前の奈良時代あるいは飛鳥時代に作られたこうした法律、律令に、まあ、なくても必要だなって思った役職は作っていく、そういうことをやっていくわけですね。両下の官をいろいろと作っていきます。まず嵯峨天皇時代に置かれた両下の官の代表が黒うどの塔ですね、の設置。この黒殿の塔の設置、この黒殿の塔が両下の官、大宝律令や養老律令にはない新たな新設の役職であると言えます。新設ね。この黒殿の塔っていうのはどういう役職かというと、天皇の命令を迅速に伝えるための秘書長官です、ここで平成太上天皇の変が起きましたね、そうした時に、まあ、自分に歯向かう人がいたら、まあ、いろんな人と相談してそれからよっこらしょと行動を起こしても間に合いません。自分の命令が隅々にまでパッと行き渡る、早く行き渡らせる必要があるわけですね。そういう時に天皇の片腕がいて、天皇の言葉をすぐに命令文を仕立てでパーッとー、ね、このような備えをしなさいと、こういう人たちが挙兵をしたからこういうふうに当たりなさいというふうに命令をパーッといち早く隅々まで行き渡らせる、そういう秘書長官を置いたということです。まあ、この両下の官の黒殿の塔が置かれたきっかけはこの平成太上天皇の変、と言われています。でこの初代の黒殿の塔は藤原の冬継という人物です。この藤原の冬継というのは藤原家の中でも本家の人物です。だからここから藤原氏の中でも本家とか南家とか四季家とか京家とかありましたけれども、ホッケが台頭ですね、ホッケの勢力が盛んになるということです。
でこのクロードの塔が率いた役所、まあ、秘書長官ですから秘書たちのそういう役所のことを村の人クロードという、はい、嵯峨天皇の政治改革の目玉は新しい新設の領下の官律令にない役所を作って、まあ、現状に合わせていくというそういう政治です。この目玉はクロードの塔ですね。こういう、まあ、反乱というかですね、事変がありましたので、天皇の命令を迅速に使えるための秘書長官を置きます。この秘書長官初代は藤原の冬次といい、このクロードの塔が率いた役所をクロードのところといい、そこで働く天皇の秘書官をクロードと言います。そのクロードのリーダーがクロードの塔、まあ、ヘッドという意味です。もう一つ代表的な領下の官がありますので紹介します。これは警備士と言います。警備士、両下の官ですね。簡単に言うと都の警察です。はい、平安京の治安を守るための役職が検非違使と言います。これも領下の官です。嵯峨天皇の政治もう一つの要素は法の整備です。先ほど領下の官の説明をしたんですけれども、まあ、大法律令や養老律令、こうした、まあ、律令からだいたいもう100年ぐらい経っているわけですね。100年前の法律を使い続けているわけです。そうすると、まあ、この法律ではカバーできないような役職も置かなければいけない。今言った領下の官のようにですね、しまた法律、この律令はそのものは悪くないんだけれども現状に合わない部分も出てきますので、追加であるとか補足が必要になってくるわけです。まあ、嵯峨天皇は新しい役職を作ったり追加したり補足したりする政治を行ったということですね。そうした中での代表的なものが、これはね、客と言います。
これは式ですね。この嵯峨天皇以来、この客や式などの、まあ、この律令を生かしながらも、大護律令や養老律令など100年前の法律を生かしながらも追加をしたり補足をしたり、あるいはこれはこういうふうに運用したら現状に合うんじゃないですかというような、こういう式を作ったりします。この律令とその補足追加などを含めて律令客式と総称されるわけです。で、代表的な客や式、合わせて客式といいますが、その代表的な客式で、3つの客式が知られています。これが三大客式と言われます。三代というのは何かというと、はい、その編纂された年号を取り、公認客式、そして、上巻客式、そして、演技客式の3つが代表的な、まあ、平安時代に作られた客式の3つです。この公認客式を作ったのは誰かっていうと、今お話ししている嵯峨天皇ですね、はい、そして上巻客式は清和天皇の時代に作られました。そして演技客式は醍醐天皇、この3人の天皇の時代に編纂された代表的な客式のことを三大客式と言います。はい、このうち嵯峨天皇が初めてのきちんと揃った客式を作ったので、まあ、嵯峨天皇のところにまとめて、書いています。今回ね、で、現代今現代の我々がこの三大客式の本物を見るっていうことはないです、全部揃った形でですね。じゃあなんでこういう客式のことが分かるかというと、客に関して言えばこの客式そのものの客は残っていないんですけれども、その客をまた別の人が編集した三大客式のうちの三つの客をまとめて、書きましたよという累従三大客っていう書物が伝わってて、それによって我々は当時の客を知ることができます。
そして現代に伝わる式、これはこの三大客式のうち一つの式しか残っていません。これが演技式というものです。はい、平安初期から平安中期の政治のありようを知ることができる貴重な書物で、国宝になっています。これは演技式が現存しています。そしたら、まあ、律令や客式など、まあ、難しい本が書かれるわけですね。今も我々は本屋さんに行って法律の本をね、手に取るなんていうのはなかなかないですよね。なんか硬い本が六法全書とか、読んだこともないけれども、すごいお堅いことが書いてあるんだなと思いますよね。そうしたらその法律のガイドブックであるとか、法律をこのように運用したらいいっていうような、そういうガイドブック系ならこう読めそうな気がしますよね。そのように、まあ、法律をこのように解釈してこう運用したらいいんじゃないんですかっていう、ちょっとこうこのものより分かりやすいように、まあ、並べて書いたり分類したり整理したり解説を加える、こういう法律の解説書っていうのが作られます。それが代表的なものとしては清原の夏野さんが書きました行の義言という本です。公式の解釈書、律令、客式、公式ガイドブックのようなものです。はい、そして、もう一つ代表的なものが是宗の直元という人が作った令の宗家ですね。これは行の運用に関しての注釈を集めた、これもまあガイドブックの一つ、法律のガイドブックの一つだと思ってください。このような本を、まあ、作るわけですね。はい、今回は平城天皇、嵯峨天皇の争いに勝利した嵯峨天皇の政治を中心にお話ししました。まあ、嵯峨天皇は100年前に作られた律令に、まあ、ない役職を作って、まあ、現状に合わせたり、あるいは新しく客式の中でも公認客式を作って、実際の、まあこの100年前の法律をそのまま使うということではなくて、いろいろと付け加えをして現状に合わせようとした、そういうことをお話ししました。で、このあと上眼客式や演技客式や類従三大客や両の義芸、両の宗芸が作られる、この公認客式以降は嵯峨天皇の後に作られたものなんですけれども、まあ、公認客式が非常に代表的なものですので、今回、嵯峨天皇を教えるときに全部まとめて書きました。今回はここまでです。